暑い。いや、暑いっすね。ああ、お日様が憎い。まあ、毎日が涼しくて、それなりにジメジメしてなきゃいいのに。そんで、空から3億円降ってきて、税務署にバレなきゃいいのに。ね、あなたもそう思いますよね。人生全部ダラダラぐったりしてるだけで、万事うまくいけばいいっすよね。って、ところで、あなた、どちらさん？見たところ、先輩みたいですが。すいません、申し遅れました。私、田中東子って言います。この体育館裏は、私のサボりスポットなんで。いいとこっすよね、ここ。適度にジメジメしてて、涼しくて。たまに告白とか青春の1ページがこっそり見られるんすよ。それで先輩は、今、授業中のはずですけど。なあ、もしかして休んでるの？なんか、疲れた顔してますもんね。体中がぐったりして、なんか重いんですか。では先輩、私がマッサージしてあげましょうか。今だけ特別、無料サービスです。いや、事前とか優しさではなく、癒し部の物質が使いたいんですよね。あそこクーラー効いてるんで。ただサボるためだけに物質使うと、先輩たちに怒られるんすよ。でも、誰かを癒すためなら、しゃあなしということで。大義名分的な？ちゃんとマッサージは本気であるんで、ほら、ウィンウィンというやつですよ。私、結構うまいんすよ、マッサージ。ってことで、さっさと部室行きましょうか。これ以上ここにいたら、汗だくになっちゃう。ほーら、涼しいとこ行きましょう、先輩。ほいしょ。タオルは、洗いたてのがあった。よっぴー。いい匂い。では先輩、このベッドの上にうつ伏せで眠ってもらえますか？はい、オッケー。じゃあタオルかけまーす。冷房寒かったらブランケット出すんで行ってくださいね。それじゃ、マッサージ始めるっす。目を閉じて、力を抜いて、全身ダラダラーってして、首から肩にかけてのマッサージからやりますよ。
次は、背中をマッサージしてきますよ。よし。じゃあ、腕をぎゅって揉んでいきますよ。手のひらもぎゅーって揉んでいきますね。よし。あ、じゃあこっちやりまーす。手貸してください。指圧していきますね。
次は背中かな。背中の筋肉を伸ばしていきますね。そろそろ太ももをマッサージしていくっすよ。
これでおしまいっす。はや、疲れた。はぁ、でも、もうちょっとこの部屋でダラダラしたいっすね。次は、あ、そうだ。耳かきでもしてあげましょうか。ベッドふっかふか。ずっとここでダラダラ寝てたいっすね。はぁ、あ。ねえ先輩、あ、耳かきするんでしたっけ？忘れてた。ほんじゃ、こっち来てください。私の布団もも枕にして、お耳貸してくださいな。はい、いらっしゃい。先輩、後輩の太ももに結構容赦なく頭乗せるんすね。こういうの好きなんですか？ほんじゃ、耳かきしてきますね。はーい、力抜いて。出してあげます。いいの取れた。
じゃあ改めて優しく耳かきするっすよ。でした。これ好きなんすね。はい、耳拭きまーす。
しますね。先輩の反応面白いっす。激しくしますよ。結構たっぷりしてあげたからドロンってしちゃいました。じゃあ反対側するから逆の耳貸して。うん、そっそ、よいしょ、コロンってして、ほい。すぐゴロンってする。先輩って素直っすね。ご褒美にもっとトロトロにしてあげるっすよ。耳かき入れまーす。
れました。大きい耳垢すっきりしたでしょ。
これで耳かきはおしまいです。ほんじゃ交代交代。先輩、膝枕してくださいよ。ああ、私はそのまま寝ちゃうんで、適当な時間に起こしてください。な、いたずらはしないでくださいよ。ここ、リレーションシップね。ってことで、チェンジチェンジ。なーに、あざおはんいらないから、はぁ、お願い、おはん、わかった、わかった、もう、起きるってば。先輩か。あ、そうだそうだ、確か先輩に耳かきしてもらって。おお、めっちゃ夜やん。もう起こしてくださいよ先輩。ん？いや待ってよ、何回か起こされたような、そんで無視して寝たような。あ、先輩先輩、先輩、先輩、耳かきうまいんすね。私、骨抜きにされちゃいました。いや、これは自分の失態をお世辞でごまかしてるわけじゃなしに。リラックスして寝たからか、気分いいっすわ。いや、ありがとうございます。なかなか良きダラダラでした。もしかしたら先輩は同志やもしれんすね。ダラダラ仲間。うんうん。先輩って耳かきされて寝るのとか好きっしょ？ダラダラ好きは惹かれ合うんすね。先輩のことまだあんまし知らないけど、なんか仲良くなれる気がするっす。お腹減ったな。先輩、ファミレスとか行きません？なんかおごってくださいよ。私、金欠なんすよ。そこで、同じ学校の生徒同士、進行を温めましょう。私、パフェ食べたいな。パフェ食べたいな。ね？頼りがいのある先輩。ハンバーグとポテトも食べたい。ねえ、ねねねえ。え、いいの？やーりー。いや、さすが先輩、懐広い、器大きい、かっこいい。いや、これはモテますよ。ちょろいぜこの人、良きダラダラには人たらしスキルも寛容ってね。
なんでもないです。それより、行きましょうよ、先輩。ほら、早く早く。先輩、私、先輩と、いっぱいおしゃべりしたいっす。ほら、お寝ぼきはおしまいっすよ。さあ、夜の街に繰り出しましょう。